押しい刑事は藤崎翔による連作短編ミステリー小説集。2016年10月5日にポプラシャポプラ文庫より刊行された。優れた推理力で見事に犯人を追い詰めながらも必ず最後に思わぬ展開から手柄を横取りされてしまう押しい刑事が6件の難事件解決に挑む姿を描く。新人美女刑事とバディを組み5件の難事件に挑む第2弾。 恋する押しい刑事がポプラ文庫より2017年6月2日に刊行された。NHKBS プレミアム、プレミアムドラマは国て、風間俊介主演でテレビドラマ化され、2019年5月5日から5月26日まで放送された。新たな出演者を加え、2021年3月7日から4月25日に、同枠でやっぱり押しい刑事として放送された。 NHKBS プレミアムのプレミアムドラマ枠にて2019年5月5日から5月26日まで放送された。連続4回。主演は風間俊介。同枠で2021年3月7日から4月25日まで続編となるやっぱり惜しい刑事が放送された。連続8回。主要人物その他ゲスト惜しい刑事複数回登場の場合は括弧、ないに表記。 被害者、犯人やっぱり惜しい刑事複数回登場の場合は括弧、ないに表記。被害者、犯人惜しい刑事やっぱり惜しい刑事故意する惜しい刑事に関するカテゴリー。ありがとうございます。